どうも、インフィニティチャンネルの吉田です。このチャンネルではインフィニティエージェントの社員がウェブマーケティングに関する動画をたくさんアップしていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。早速お気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回は背景が違います。今回は対決企画を持ってきました。テーマはこちらです。広告代理店の現役営業マンのリアルな商談対決ということで、今回は営業チームの詐欺坂さん、岡山さん、浜上さんに出演していただきます。毎日数多くの商談や打ち合わせをしている現役営業マンのリアルな商談を比較できるということで、非常に参考になる面白い企画になっていると思うので、最後までご覧ください。また視聴者の方もこっちの商談が良かったとか感想をコメント欄に書いていただけると大変嬉しいです。今回は詐欺坂さんに対して岡山さんと浜上さんに営業していただきますが、提案前の商談をするといったイメージです。リアルな商談ということで、事前打ち合わせは一切なしです。岡山さんと浜上さんには業界と媒体だけをお伝えして、資料作成を含めた準備をしていただきました。その業界とは、今回は人材と不動産の2つの業界を用意し、媒体は Facebook のみとなります。本当に営業側の話す内容や商談相手の対応も全てをお任せしているので、楽しみに、そして比較してみてください。では早速1人目のリアルな商談をご覧ください。本日貴重なお時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう忙しい中、お時間をいただけたからには、ちょっと本日有意義なお話ができればと思ってます。かしこまりました。わざわざご足労いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。いや、詐欺坂様とちょっと お会いするにあたって、本日大体50ページほどちょっと資料を準備させていただいたので、はい、気合入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日お話としては大きく3部構成でお話ができればなと思います。はい、弊社の紹介を簡単にさせていただいて、はい、競合さんのお取り組みの状況だったりとか、ちょっと市場感を通じて、はい、で今回は Facebook 広告にちょっと絞ってお話ができればなと思います。はい、では早速2ページ目以降なんですけども、はい、結構この写真を見て笑われるケースが多かったりはするんですけども、大丈夫ですかね。はい。なんかこっちの写真の方が可愛い感じがします。本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと髪の毛がもさもさしてしまってるんですけど、はいはい、今回、はい、弊社の紹介で一番重要視しているポイントが7ページ目になるので、はいはい、ぜひそこをご確認いただけたらなと思うんですけども、はい、我々としてはインフィニティエージェントといったらもうこういう会社っていうふうにぜひ覚えていただきたいんですけど、はいはいはい、結局やっぱり利益を追求したというところを意識しております。はいはいはい。御社のビジネスモデルでいくと、保育士の人材の紹介のサービスというところであれば、はい、結局のところ有資格者の集客、はい、で転職をするにあたって、紹介をするにあたって比較的若めな層、はい、でやっぱり女性の方が集客としては多いと思いますし、はい、でやはり広告経由でどれだけ売上が立ったのか、どれだけ制約に至ったのかというのが重要だと思いますので、はいはい、我々としてはそこを一緒に詐欺坂様と一緒に追わせていただいて、広告経由で大体じゃあどれぐらい売り上げが立てて、じゃあこれからどれだけ拡大を図っていけられるのかというところをぜひ一緒に取り組みさせていただけたらなというふうに思っております。ではここまでが我々の紹介も含めたお話になります。はい、何かご質問を含めてご不明点とかありましたか。そうですね、ちょっと先ほどのなんか特徴のところで、はいはい、こう利益を一緒に追っていきましょうみたいなところあったと思うんですけど、はい、なんか具体的にはどういう形でこう岡山さんだったりとか、インフィニティエージェントの方ってこう、いろんな広告に入っていったりするケースが多いんですか。うんうん、ありがとうございます。例えば制約に至るまでの各商談屋などの転換率ってあると思うんですね。はいはいはい、で例えば具体的に言うと Google さんや Yahoo さん、 Facebook さん使っていく中で、各転換率ってやっぱどうしても異なってしまうんですよね。はいはいはい、それはもう本当にそうだと思うんですけども、検索広告でいくと保育士転職って検索したユーザーさんの方がやっぱり角度としては高い、転職意欲として高いじゃないですか。はいはいはい、
なので我々としてはここの各転換率をもちろん広告主様のご協力もいただいて、集計をさせていただいて、はい、今回は例えばじゃあ Facebook の方が CPA はいいものの制約単価で見た時には良くないよねというふうな場合になった時には、うん、やはり目先のコンバージョンの件数を追っていくのではなく、はい、媒体は Google や Yahoo に寄せていきませんかというご提案をさせていただいたりとか、はいはいはい、あとは制約につながった方々の特徴ってどういう人が多いのか、はいはい、そういったものもあの崎坂様からご協力いただいて、じゃあそれに合わせた、クリエイティブであったりとか、あとは広告の出し方、はいはいはい、などをご提案させていただくようなスタイルでやってますね。ああなるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今ちなみに御社にとって、はいはい、コンバージョンの件数、要は会員登録の母数を増やしていきたいのか、はい、それとももっとユーザーの質を高めた効率化を図っていきたいのかでいくと、どちらの方が優先度としては高いですか？そこでいくと多分後者の効率化の方が今は求めているかなとは思いますね。もちろんその時期によって取れる時期取れない時期、まあその繁忙期閑散期があるので、もちろん予算は上下はかなりするんですけど、はい、まあ、どちらかというとそうですね、まあ、今までと比べて広告費をガンガン使って取っていきましょうっていう感じでは今はないので、はい、なるほど、はい、できるだけ限られた予算の中で、まあ、いい求職者を獲得していくためにはどういう策がいいんだろうっていうのは日々模索してます。なるほどですね、かしこまりました。そうなってくると改善を図っていく優先順位の高い媒体でいくとリスティング広告にはなってくるのかなというふうに思ったんですが、はいはい、例えばコンバージョンの件数リスティング広告で非常に多く取れましたと、はい、蓋を開けてみれば全員無資格者未経験だと、はいはいはい、まあ、言い方大変恐縮でありますが、はい、やっぱり紹介しにくいですし、はい、言ってしまえばまあ売れないと思うんですね、はい、なので今後重要になってくるのがこの顕在層や潜在層に対して今まで獲得の効率が合わなかったので、はい、そこまで注力されていなかった媒体においてどれだけ効率よく集客をすることができるのか、はい、保育士の、求職者の、人数としては年々増えて、かつ、施設数も増えてきてはいるので、はい、求人数も増えてきて、さらに求職者数も増えてきているというふうになってくると、はい、集客をいかに、効率よく行っていくのかというのが、やっぱり昨今重要にはなってきますと、はい、今おっしゃっていただいた通り、効率よくいかに取っていくのかというところが重要だと思っています、はい、そこでまあ重要になってくるのがやはり先ほどのお話に繰り返しになってしまうんですが、求人数は増えてきていて求職者数も増えてきていて、はい、ただ検索のボリュームは右肩下がりなのにもかかわらず競合さんが数千万使っていると、はい、いうふうになってくるとやはり戦っていく場所というのを変えていく必要もあるのかなと思ってます、はい、なかなか検索広告で戦いにくいですと、はい、なので今回はあの冒頭お話しさせていただいたちょっと Facebook 広告に絞ったお話ができればなというふうに思っております、はいはい、絞らせていただいた理由の一つではあるんですが、はい、我々 Facebook 広告の運用自信あります、はいはいはい、お取り組みの件数が増えているということは実績も出させていただいているので、はいはい、運用に対してすごく自信があるというところになります、はい、で今 Facebook 広告運用されていらっしゃると思うんですけども、はい、実際にあのお取り組みとしてはあのリスティング広告と比較して、はい、あのどうですかね。まあ同じぐらいでは取れてるかなっていう感じですかね。あ、リスティングと同じぐらいで取れてるんですか。そうですね、同じぐらいですかね、単価としては、はい、Facebook 広告の方が、はい、あのリスティング広告よりも正直言うと獲得の単価を抑えて取りやすいです。あ、はいはいはい、はい、ただ懸念としてはユーザーの質の部分が懸念されるのが弊社の一般的な人材紹介会社さんの実績だったりはするんですよ、はい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 、ってなると考えられる点でいくと今の Facebook 広告の運用をまだまだ改善する余地があるのかなというふうに思ったの、はいはい、もしくはリスティング広告がめちゃめちゃ成果がいいか。あ、はいはい、まあ、でもどうなんですかね。そこなんですかねと思ったんですけど、はい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 、今あれですか、 Facebook 広告はバナーのクリエイティブとか、はい、広告の運用周りというのは例えばそうですね、バナーの制作の費用とかって発生してたりはするんですか。そうですね、はい、あの代理店の方に作ってもらってっていう形になりますね。基本的に全てクリエイティブは代理店さんにお任せをして。そうですね、はい、うーん、まあ、定期的に新しいの作りましょうかみたいな、はいはいはい、でたまに変えてるっていう感じですかね。なるほどですね、はい、かしこまりました。 Facebook 広告に関してはあのクリエイティブが、命と言ってでも正直過言ではありません、はい、で41ページ目ご覧いただければと思うんですけども、はいはい、まあ、Facebook 広告のクリエイティブの戦略のポイントをちょっといくつかまとめさせていただいたんですが、はい、我々効果を維持するためにまず最低1ヶ月に1回、はい、これはもうマストです、
はい、でご予算によって、変動するので、はい、最低1回は、はい、あのクリエイティブのデザインの変更を行っていきます。はいはいはい、はい、でですね、クリエイティブの重要性について、簡単にまとめさせていただいたんですが、はい、広告の運用をするにあたってクリエイティブターゲティングアカウント、はい、この3つが重要なポイントとしてあるんですけども、はい、全体の重要度の、40% をクリエイティブが占めるというふうに言われてます。はい、詐欺坂様、あの SNS、Facebook やら Instagram やらやられていらっしゃいますか？そうですね、はい、私やってます。なんか見たいなと思うものとか興味が引くなというふうに思うものってやっぱりクリエイティブというか投稿される画像じゃないですか。この Facebook や Instagram というのは、まあ、画像とか投稿 の、 あの内容より、はい、内容というよりもその投稿されている画像とかで、はいはい、興味を引くような媒体にはなっているので、うん、このクリエイティブと呼ばれるいわゆるバナーが非常に効果としては重要です。48ページ目に記載させていただいている通り、あのうちバナーの制作費用いただかないんです。なぜかというと成果を上げるためには作り変え続けなければ、はいはい、あの成果が上がらないので、それでいちいちなんか御社から制作の費用をいただくっていうのもおかしな話だと思ってはいるんですよ。はい、なので基本的に運用の手数料範囲内でお取り組みさせていただいていて、御社の場合ってなんかどういうふうにクリエイティブの効果検証であったりとかデザインって回されてたりするんですか？いや特にルールがあるわけではないので。なるほど。はい、まあ、新しく来たものを社内で確認して、うん、まあ、納得すればそれで新しいの配信みたいな感じですかね。ありがとうございます。我々ではあのクリエイティブの考え方というのを、はい、ちょっと次の46ページ目にまとめさせていただいてはいるんですが、はいはい、あのどうしてもあの成果が悪いバナーを下げて新しいバナーを作っていく、これはもう当たり前ではあるんですが、はい、結局何が良かったのか分からなければ前に進むクリエイティブ、はい、要はこ の、 あの当たるか分からないバナーを入れるよりも、はい、この実績をもとに新しいバナーを展開をし、うん、効果検証を図っていった方が前に進むお取り組みができると思っているんですね。はいはいはい、で例えばあのこのクリエイティブの多様性と書かせていただいているのが、はい、大きく訴求、オファー、デザイン、はい、この4つを掛け算でクリエイティブ作っていくんですね。はい、例えばポジティブに対して、まあ、年収で、さらにそれをイラストにしていくのか実写にしていくのか、はいはいはい、それによって効果検証を行っていき、あ、やっぱ年収訴求って当たったんだねとか、はいはいはい、年収訴求の中でもイラストの方が良かったんだね、じゃあイラストをメインとして他はじゃあ働く環境でイラストで掛け算してみようかとか、はいはいはい、そういった形でクリエイティブの効果検証価値パターンをいわゆる見つけていけます。はいはいはい、でその価値パターンを見つけていくのも47ページ目なんですが、まあこれは当たり前のように AB テストを繰り返していって効果検証をして、はい、御社ならではの価値パターンを私たちは一緒に見つけていきたいなというふうに思っております。はいはい、で実際に今お話をお伺いさせていただく限りですと、はい、Facebook 広告の運用において正直まだまだ伸ばす余地はあるのかなと思っております。はいはい、でそこをクリエイティブの価値パターンを一緒に見つけていくのもそうですし、はい、あと今回ターゲティングとかそのいろんな Facebook やり方があるんですけども、はい、そこを今回割愛させていただいたんですが、はい、一度ご提案という形で御社のアカウントであれば集客であればどういう形で競合さんと戦っていって、はい、Facebook 広告において改善を図っていくのかというのを、ご提案させていただきたいなと、はいはいはい、思っております。まずは先ほども結構自信満々に Facebook のお話をさせていただいたと思うんですが、はいはい、果たしてインフィニティさん本当に Facebook 強いのというふうに思われてると思うんですよ。はいはいはい、なのでじゃあ今の、広告の運用に対してどこが課題点があってどう改善できるのかというのを今一度先坂様含めてその上長様も実際にお聞きいただいてご提案をあのさせていただくタイミングにいらっしゃった方がもしかすると話としてもスムーズなのかなと思ったりはするのでご同席いただけたらなと思います。まあ、今お話をさせていただく中でも、まあ、やっぱクリエイティブの部分であったりとか Facebook 広告もまだまだ改善できる余地あるのかなというふうに思っているのでそこをちょっとデータなども含めていただければと。はい、わかりました。ありがとうございます。何かご不明点とか懸念点とか何かありますか？御社はこの業界で実績はあるんですか？あります。まあ、その中の特に Facebook が。そうですね。まあ、自信を持って結構ご提案させていただけるんじゃないかなと思ってます。はいはいはい。まあ、実のところなかなか Google や Facebook でどの媒体から
どういう質の人がみたいなところまでは明確には終えてないので、はいはいはい、その先ほど岡山さんが言ってた、まあ、検索の方が最後までいってるとかっていうのも、まあ、ぶっちゃけ計測できてないというか、そこまでやってないので、はい、まあ、ぜひその辺も含めてアドバイスをいただければなと、はい、思いますね。かしこまりました。はい、なんか御社にとってその目標として掲げているポイントが、はい、会員登録の獲得の単価なのか、それとも一歩先の面談単価なのか、はい、それとも制約の単価なのかでいくと、どこを一番詐欺坂様は意識しというか、まあ、一番は制約ですね。やっぱ制約ですか。はい、では制約単価で見てみると、大体どれぐらいを目標として掲げていらっしゃいますか。まあ、できれば10万円とか。10万円で、はい、なるほど。どれだけじゃあ我々に返させていただいたときには、CP はどれぐらい取れて、はい、大体どれぐらいの売り上げが立つのかというところも含めて、ぜひご提案できればなというふうに思っております。はい、何か詐欺坂様の方からご不明点とかご質問事項ってありますか。大丈夫です。かしこまりました。はい、ではご提案のご機会いただけたからには無駄にではないようにですね、はい、ちょっとご提案の資料を取りまとめてお話ができればと思いますので、はい、引き続きお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日は貴重な時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。すみません、お電話させていただいたかなと思うんですけれども、今回ウェブの集客周りについて、はい、という形で、お時間をいただいた形になっております。はい、詐欺坂様がその、はい、今回、ウェブの集客周りのご担当になるって結構長かったりするんですか。いえ、まだ私1年ぐらいでした、ね、あ、そうなんですね。はい、ちなみにその前は何をされたとかってあったりするんですか。あ、いえ、この会社にずっと営業やってて、はいはいはい、そこから社内の人事異動で。あ、そういうことですね。はい、であればその何ですかね、営業までのフローですとかそこら辺も踏まえた上でいろいろと話できればいいなと思っておりますので、はい、本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。でめくっていただいて、はい、6ページですね。はい、でおそらく今代理店様で、ご運用とかされてる形ですかね。あ、そうですね、今代理店に任せてます。あ、ありがとうございます。はい、であればこの6ページ目の、まあ、代理店の立ち位置といいますか、はい、どうやって代理店が運用をサポートするのかってところではあるんですけれども、はい、その中で弊社は1番目のコンサル力っていうところを一番強みとしてさせていただいております。はい、というのもやっぱり、広告運用するだけですとやっぱり業務委託ですとかフリーランスの方に任せるだけで全然こと足りるかなと思ってまして、はいはい、そこではなくて、不動産投資とビジネスを理解した上で、じゃあどうやって利益を追求していくのかというところまで一応終わさせていただいております。はい、ここから本題に入らせていただければと思うんですけれども、はい、まあ、貴重な詐欺坂さんのお時間をいただくというところもございますので、はい、今現状広告運用されてて代理店様とよく話題に出ることですとか、はい、もっとこうしていきたいなみたいなところがあれば、はい、そこを中心にお話しさせていただければなと思うんですけれども、はい、今可能な範囲でご協力いただくことってよろしかったでしょうか。お、はい、そうですね、まあ、不動産投資なんでうちは、はい、もちろんリード獲得から、まあ、今反響でもちろん営業マンが電話かけてるんですけど、はい、まあ、正直電話つながんなかったら、はい、別に CPA 安くても意味ないなとは思ってるので、うんうんうん、で、まあ、あと別に電話つながっても、はい、不動産投資って誰でもできるわけじゃないんで、うんうんうん、その対象の方じゃなかったらまたそれはそれで意味がなくなってしまうので、うんうん、はい、まあ、そこの質みたいなところはやっぱり今一番課題ですかね。あ、やっぱそうですよね。はい、この不動産投資にとって結構コンバージョンまでは取れるけどそこから先、はい、なかなかつながらなくて結局広告は停止しちゃうみたいな企業さんも結構いらっしゃったりするんですよね。はいはいはい、やっぱそこ質を担保するためにどうするのかっていうところも一応お持ちさせていただいておりますので、うん、はい、じゃあそこをメインにいろいろとお話を進めさせていただきながら、はい、いろいろとお話できればなと思います。わかりました、お願いします。で本題に入らせていただくんですけれども、はい、今現状この三角形のところですね、はい、超顕在層と呼ばれる能動的に自分から検索してくるようなユーザーさん、はい、これ以上増えないよというふうに言われております。はい、これはその検索ボリュームがアッパーを迎えてしまっているというところではございますので、はい、母数が、検索する母数が増えないにもかかわらず不動産投資の会社っていうのはいろんな新規の企業様が入ってこられるのでどちらかというと参入障壁は低い業界だと思ってるんですよ。うん、はいはいはい、なのでその少ない母数を取り合っちゃう状態になっておりますので、はい、やっぱそこだけで戦っていくのは難しいよねと、はい、いうところなので、その1個の下のフェーズ、はい、能動的に検索はしてこないけれども
ただその不動産投資に興味がある資産形成に興味があるような、はい、ユーザーさんに対して広告を当てていきましょうというのが、はい、今全体感としてございます。まあその KPI って不動産業界、不動産投資の業界ってたくさんあると思うんですよ。はいはいはい。まあセミナーであったりですか、マネーセミナー、市場請求とか、はい、でいろんなある中で、じゃあ質を担保するにはどこなのかってなりますと、やっぱり、セミナーとか足を運んでもらう企業さん、ユーザー様の方が質は良くなる傾向にございます。はいはい。資料請求ですとやっぱ誰でも資料請求しやすかったりしますので、うん、よくあるのはやっぱセミナー集客というところが多いです、うん、で御社の今 KPI っていうのは、まあ、どちらを重点的にやられてる感じなんですか。今は資料請求ですね。一応資料請求ですね。ありがとうございます、はい、過去セミナーとかやられたりするんですか。まあセミナーやってましたが、まあでもうち結構営業マンが多いんで、はいはい、まあ、あのセミナーをやるっていうよりも、まあ、リードをまずたくさん取って、うん、そこから営業かけていこうっていう流れにはなるので、はい、まあ、うちとしては資料請求の方がいいかなっていう感じで資料請求はにしてます。ありがとうございます、はい、やっぱりリードの数と質を担保していきたいと。そうですね。というところがやっぱりあるということですね、はい、かしこまりました。ありがとうございます。ではその資料請求をやっていく上で、やはりその不動産投資においては Facebook、Instagram 広告、はい、というところがやっぱり、メインとなると思っております。はい、なんでかと言いますと、はい、そもそも Facebook、Instagram 広告に関しては、まず不動産投資で最重要である年収が高い層がメインで使っているような媒体ではございます。 Google、ヤフーですとか、はい、LINE とかに比べると比較的多いというのが弊社のデータで出ているという形でございます、はいはいはい。なのでここで一定数の質を担保できるという形です。はい、でここからちょっと本格的な戦略の部分、テクニカルな部分をお話しさせていただきたいなというふうには思ってはいるんですけれども、はい、おそらく下げ坂様の方でも、まあ、Google、Yahoo ですとか Facebook、Instagram いろんな媒体を見られていると思うんですけれども、はい、このこと SNS、Facebook、Instagram 広告に関しましては運用要素、クリエイティブがほぼほぼ占めちゃうんですよね。はいはいはい。Google や Yahoo とかの検索広告でいうと、やっぱりターゲティング、どういう人に当てていこうかなっていうところがかなり重要になると思ってるんですよ、はいはい、キーワードを選定して、はい、で年齢層区切って、はい、その中でじゃあどういうマッチタイプやっていくのかみたいな、はいはいはい、あると思うんですけど、そうではなくてクリエイティブでセグメントを切っていくのがここの Facebook、Instagram の媒体の特徴になってます。はい、そうなんですよ。なのでターゲティングで、絞って質を担保するっていうよりかも、ある程度応募数を担保した上でクリエイティブでセグメントを切っていくっていうような、はい、ユーザーの質の担保の仕方がございます。はいはい、はい、でここから主に弊社の中で取れてるターゲティングとかをお話しできればなと思うんですけれども、はい、めくってた25ページ目、はい、これが弊社の中で取れてるターゲティングになります。はいはいはい、基本的にはこれしか取れないと思っていただいて問題ないかなと、はいはい、いう形ですね。佐久さんの方でやられてるターゲティングってあったりするんですか。まあリターゲとかはやってますかね、はいはい、今現状だと。あ、基本的にはリターゲをされてるような。リターゲと、まあ、あとは、まあ、興味関心もちょっとだけやってるのかな、はい、まあ、このあたりは多分今やってる。あ、ありがとうございます。Facebook、Instagram 広告に関して言えば、ちょっと特殊なリターゲティングができます、はいはい、何かと言いますと、サイトの滞在時間でリターゲティングすることができるというふうに言われてます、はいはいはい、よくあるのが、Google Live とかですと日数で区切りリターゲティングが多いと思うんですよ、はい、今日来たユーザーさんに対してのリターゲ、はい、じゃなくて、はたまた1週間1ヶ月と、はいはい、日数が多いと思うんですけども、はい、これはサイトの滞在時間、例えばホームページ入って3秒で出るユーザーさんと、はい、3分間見て出るユーザーさんだと、おそらく後者の方が角度高いと思うんですよ。そうですね、はい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 、そういうユーザーさんに対して強めに広告を配信することができます。はいはいはい、なのでここでユーザーの質を担保することも可能です。ただそれだけですと母数が担保できないってことがちょっと課題としてございますので、はいはい、類似のターゲティングってものを使って、母数を広げてあげる、はいはいはい、何かと言いますと、その角度の高いユーザーさんいらっしゃると思うんですけども、はいはい、その人たちに似たユーザーさんになります。うーん、はい、例えば住所ですとか働いてる場所だったり、はい、あとは家族構成だったり興味関心とかいろいろあるんですけど、はいはいはい、で似てるユーザーさんに対してターゲットを絞ってやることで、角度の高いユーザーさんの母数を広げながら配信できるという形でございます。はい、なのでこういうターゲティングをすることによって、申し訳ない、今課題に抱えられてる、はい、ユーザーの質っていうところを改善させてきながら、母数も担保できるという形でございます。はい、何か今ご質問とかってございますか。まあ、うちの場合でいくと、はい、本当にワンルーム投資なんで、うん、まあ、年収最低でも500万以上、うん、
の会社員とか、はい、まあ、公務員とか、はい、まあ、そういう人たちをこうしっかり獲得していきたいなとは思ってるんですけど。あ、そういうことですね。はい、今おっしゃってたところの、じゃあ 公務員ですとか、はいはい、あと会社員のところを取っていきたいと、はいはい、なところあると思うんですけれども、はい、一応そこを説明させていただきますと、はい、この興味関心ターゲットでかなりセグメントを切りながら、そういう興味関心だったり属性を入れて、はい、広告配信することも可能です、はい、なのでこういうターゲットも当たったりとかするので、弊社の中では不動産投資の会社様結構いらっしゃる、はい、ですよね、はい、で一番クライアント様の中でも多いと言っても過言ではないと思っておりまして、その企業様ほぼほぼが、はい、この Facebook インスタグラム広告をされてるぐらい、はいはい、やっぱり、皆様取れる媒体というふうになっております。はい、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、このターゲティングをちょっとメインでお話しさせていただきたんですけれども、でそれだけではなくてクリエイティブの要素もかなり、多いと先ほどお話しさせていただいたと思うんですけれども、はいはい、で今そもそもクリエイティブを作る上で、そのクリエイティブはどこ、代理店様がお作りになられてるんですか、それとも御社で作られてるんですか、クリエイティブ自体は。あ、クリエイティブは社内で制作チームが、あ、そうなんですね、ある、まあ、あると言えるか分かんないですけど、一応、はい、ある持っているので、はい、うち あの制作チームの方で作ってるっていう。あ、そうなんですね。感じですかね。はい。なると多分差し替えの頻度そんな高くできなかったりしませんか。まあ代理店の方から、まあそろそろ何回やりましょうかみたいなタイミングで、はい、そのチームに頼むっていう感じですかね。そうなんですね。はい。ありがとうございます。で一応なんですけれども、はい、やっぱクリエイティブの要素が 50% 以上占めるというふうに言われてる中で、はい、クリエイティブは月1回以上は絶対差し替えるように会社は推奨してはいるんですね。はいはいはい。なので、クリエイティブの差し替える頻度かなり重要かなと思っております。はい。一応39ページにクリエイティブの他社のクリエイティブを、はい、お持ちさせていただいております、はいはい、このような形で同じ企業様の複数のクリエイティブをずっと回されてたりするんですよね、はいはい、でそれ成果が悪いものを差し替えたりですとか、うん、するような形なんですけれども、はい、なのでこのクリエイティブを差し替えてかなり重要というふうに弊社は捉えてます、はい、で一応バナーの考え方みたいなところも30、はい、40ページ目に記載させていただいてるんですけれども、はいはい、この形で、訴求点はいっぱいあると、ネガティブなのかポジティブなのか、その中で職業、先ほどおっしゃった公務員とか、はいはい、会社に対して、訴求するのか、はい、それともキャンペーンのように天ギフじゃあ何万円スプレーしますみたいなところで訴求するのかとか、いろいろなポイントがあると思うんですよ、はい、本社の強みとかもあると思いますので、はいはい、そこの強みを分かりながら、じゃあそのデザインを文字だけにするのか、それともモデルを使うのか、はい、それとも物件を使うのかだったり、いろんなものがあると思うんですね。でこういうロジカルな考え方をした上でクリエイティブの成功パターンを探していくというような形をやっています。はい、というのが大体のお話の流れにはなるんですけれども、はい、何かご質問があればお答えさせていただければなと思っております。まあ、今、はい、うち Facebook もやってるんですけど、はいはい、まあ、メインでやってるのは Google ヤフーにはなるので、うんうん、そこと比べて、まあ、Facebook、はいはい、3時でもかけられてないっていうのが、あ、そうなんですね。まあ、現状としてはありますかね。どのぐらいのこういう予算の割合とかだったりするんですか。まあ、7-3 ぐらいですか、ね、で Facebook は3ぐらいです。そうですかね。あ、そうですね、はい、結構 7-3 っていう企業様、逆転してる企業様も結構いたりするんですよね。あ、そうなんですか。 Facebook 多めで、はい、検索ワード、あの指名キーワードだけを出す企業様ですとか、はいはいはい、でとこも結構多かったりするので、うん、まあ、そこら辺とまだまだ Facebook、Instagram 広告にのまだ成長はい、見込めるのかなというふうには思ったりいたしますし、はい、いろいろと話させていただく中で、まだまだそのターゲティングのものですとかクリエイティブの差し替えだったり、クルーズの選び方とか、はい、ところに関してまだまだその成果を伸ばせる伸びしろってかなりあるかなというふうに一応話して思ってます。はいはいはい、はい、で一応その弊社の中でも51ページ目になるんですけど、はいはい、セカンドオピニオンという形で、はい、アカウントの診断みたいなのやらさせていただいております。はい、Facebook だけでご提案するのか、それとも検索を含めて、改善のご提案をさせていただくのがよろしいのか、どちらか、どっちの方がよろしいですか。一旦 Facebook をはいもらいたいです。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。もちろん当日にはバナーの作成ですとか、弊社ならこうやってクリエイティブ回しますよところまで示させていただきますので、はい、ちょっとイメージはつきやすいかなというふうに思いますね。わかりました。はい、ではそのまた日程の方はメール等々でご連絡させていただければと思いますので、はい、ご提案させていただくにあたって、はい、もちろんその課題は明確になっているかなというところであるんですけれども、はい、今後こうなっていきたいですとか、はい、最終的に、このぐらい、ご予算かけてやっていきたいみたいなところがあれば、はい、そこのシミュレーションまでも出せるかなと思っております。
ね。あ、まあ、今現状武さんのが今後じゃあ2ヶ月後3ヶ月後、はい、どのぐらいのスパンでその拡大してきたのか何か思い描くものだったりするんですか。そうですね、まあ、今毎月参加けれて、まあ、今大体200万ぐらいしかかけれてないんで、はい、そうですね、まあ、制約決まれば、はい、全然広告費は出せるとは思っているので、はい、まあ、そこの効果を見て、もし中身の質だったりとか、制約が出れば、本当に、まあ、まず500万、1000万という形で、はい、まあ、伸ばしていきたいなっていうのもあります。ありがとうございます。では、その Facebook 広告においての改善のご提案。はい、させていただければと思いますので、はい、また引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではまた2週間後楽しみにしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで商談が終わって両者とも提案につながったということですが、実際商談を受けてみてどうでしたか。まず岡山の方については、はい、多分緊張してたのかなっていうのが率直多分撮影だったんで、なんかいつもの感じの方がテンション高く、まあ、テンション高くというか元ヒアリングとか、うん、まあ全然良かったとは思うんですけど、はい、ちょっと緊張してたのかなっていう印象も。緊張はあったかもしれないですね。受けましたね。まあでもその中でも、はい、しっかりとお客さんに合わせた話し方だったりとか、まあヒアリングっていうのがしっかりとできていて、まあ、そこに基づいて、まあ、自分の知見なんかも出てたので、まあ、よかったかなと思います。そうですね、浜上さんはどうでしたか。そうですね、浜上の方が、まあ、結構いつも通りのところかなと思います。で、まあ、自信を持った提案と、あとはまあ実績に基づいた根拠のあるものを出せていたので、まあ、次回のその実際の提案の時に、まあ、ここから岡山の方が、まあ、今印象的には浜上の方がちょっと上かなっていう感じなので、まあ、挽回してもらえると。そうですね、まあ、でも、まあ、面白いかなと思います。その今のヒアリングとかを踏まえて提案でどうなるかっていうのはまだまだ分からないので。そうですね、提案が楽しみかなと思います。はい、ではここでお知らせです。当社は株式会社インフィニティエージェントと申しまして、ウェブ広告運用を中心にウェブマーケティング周りのコンサルティングを行っております。概要欄にお問い合わせ先が貼ってあります。また広告担当者の方に使っていただけるリスティング広告と Facebook 広告の解説書をご用意しておりますので、よければダウンロードしてみてください。インフィニティチャンネル。はい、ということで今回は最後の簡単なフィードバックも含めてリアルな商談をお届けしてきました。いかがだったでしょうか。もうすごく面白い商談だったので、提案がすごく楽しみだなと思います。そうですね、皆さんも率直な感想をぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。はい、お願いします。この動画がいいと思った方は応援のグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。